クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様こんにちはハンナ小林です今日は人生のターニングポイントというテーマで私のお話をさせていただきます私にとって人生のターニングポイントとはそれは若き日20代の頃教会の海外宣教でルーマニアに行ったことが私の人生を大きく変えるポイントとなったと思っています当時私は 4ヶ月ほど中期の宣教でルーマニアのキリスト教初の孤児院の働きを助ける協力で教会から使わされていきましたそして日本に戻ってきてから私はミッションスタッフになるという道が開かれ今の牧師である主人と1年後に結婚するという恵みも表されていったのです私はあの教会に来て この献身し、えー、神様に献身して、えー、結婚するなら牧師のような方と結婚したいというふうにずっと願ってそういうふうに祈っていきました私の主人はもうすでに私がルーマニアに行ってる頃はもう20代の時に牧師としての道を歩んでいましたので、えー、主人は主人で自分の結婚相手は献身者や奉仕者でないとというふうに考えていたそうです 結婚してから私の主人は私にこのようなことを言いました。ハンナがルーマニアに行ってミッションスタッフになってなかったらハンナを結婚相手として選んでなかったんじゃないかなというふうに言われてびっくりしました。えー、なんとうちの主人は私がミッションスタッフになったので私がお嫁さんに導かれている人かなというふうに神様に祈っていたというふうに言うわけなんですね。 今まさに私の人生があのルーマニアに行ったことで、えー、教会の献身者の人と牧師のような方と結婚するという私の願いが叶えられたことを、本当に神様に心から感謝しています。これで私のお話を終わります。最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。